はい、どうもあれです。最近みんな YouTube でうざい広告ない？ドクターモバイル。お前だよ。なんかリスナーさんから以前、相変わらず面白いですね。今度 YouTube の広告がアイカツに手を出したらしいんでツッコミしてもらいたいです。え、なんだろうと思って Twitter ですぐ検索したんですよ。今日広告流れてきてどっかで見たことあるなって思ったら、まさかのアイカツのリンちゃんだった。目の色も髪飾りも髪の色もリンちゃんそのままで草。YouTube の変な広告の女の子、既視感あると思ったら、アイカツのリンちゃんだな。やっぱ誰が見てもそう思うよね。めっちゃアイカツの黒沢リンちゃんに似てるんだが。もう多分本人だよ。まだ動画見てないけど、YouTube で動画募集したら、仕事が早いリスナーさんがすぐに送ってくれました。ちなみに除毛クリームの CM で、これアイカツと一切関係ないので、そこだけよろしくお願いします。うわ、全然可愛いじゃん。決まってわかった。え、指の毛、やばいよ。嘘、昨日撮ったのに、そこまで見られてるの？お分かりいただけただろうか。うわ、全然可愛いじゃん。見ました。もう毛すら入ってないんですよ。もうインチキな広告ってことがこれだけで分かりますよね。意外と男ってそういうところだけを見てるのよ。なんか気になってきた。カミソリ貸して。男の人なんだと思ってんの？あのね、マジで言うけど男の人はね、もう胸しか見てない。ダメ、カミソリが一番ダメ。黒いポツポツが残るっしょ。自分の手見てみな、それも見られてるんだからね。じゃあピンセット。そもそもこの汚いって誰？あと拡大してよく見ると、鼻クソじゃねえか。ピンセットもダメ。毛穴にダメージが溜まってデコボコになって目立っちゃうわよ。そんなネイル楽しめないよ。あんたその感じだと下の毛の処理も適当でしょ。今時は男でも二人に一人は下の毛処理してんのよ。そんなに？いざって時にレン先輩はちゃんと処理してんのに、桜だけジャングルだったらね。女子高生がそもそもこんな会話する？ちなみに女の人が本当に下の毛って処理するのか調べたら、下の毛の処理、女性ってどうしたらいいですか？15歳女子です。私は小3の頃から下の毛が生え始めました。普通の人よりも生えるのが早かったし、量も多いし長いです。小5の頃にはもう大人と同じぐらい生えてました。過去に3度下の毛をカミソリで全部剃ったことがあるにもかかわらず、猛スピードで生えてくるので、今はまたボーボーの状態に戻っています。ごめん、マジで。失礼だけど、もしかして中ばっか？ちなみにやっぱカミソリで剃ってる人が多くて、その回答が、わかります。すごくその気持ちわかります。自分もそうなんですよ。自分はもうハサミでカットしています。下の毛をハサミでカットって何？聞いたことないんだけど。もうこの広告本当に過激すぎて、もう YouTube で見せれないレベルなんですけど、なんで広告は厳しくないの？ YouTube バグとか修正じゃなくて、広告修正しろよ。脱毛サロンで処理もしてるって話からなんですけど。で、超痛いし50万円とかするんだよ。大金払って恥ずかしいところ見られて痛い思いするとか、ド M かよって話。ド M かよって話。え、君の自己紹介？だから私はこれで処理してる。脱毛クリーム？私肌弱いからちょっと。お前の頭処理してる。市販のクリームだと割れちゃうかもね。でもこいつは肌にめっちゃ優しいんよ。とにかく一回試してみな。怖かったら指一本でもいいから。じゃあ、被害の少なそうな小指だけ。あれ？全然ヒリヒリしないの。これなら私でも使えそう。10分後、シャワーで流して。めっちゃ空気で。ポツポツはないし、すぐすぐで。なんかしっとりしてる。いや、マジで言うけど、何が変わった？腕と足にも使わせてもらおうかな。すごい、めっちゃ綺麗だったね。結局腕と足にも使ってるじゃん。すごすぎるもん、このクリーム。全然ヒリヒリしないし、自分の手なのにもちもちプルプルで、すごいよ。そうなんよね。最近東京を中心に流行ってるジョモタンってクリームなんだ。大人気サロンのエステティシャンが監修して、インスタにも愛用者がたくさん。ちなみになんですけど、この人たちのインスタ一つも出てきませんでした。え、マジで笑うんだけど、このジョモクリームと一緒に写真撮るの流行ってんの？なんか俺もこのジョモクリーム欲しくなってきたな。もうずっと見てたらポケモンに見えてきたんだけど。時の脱毛クリームってすごいんだね。肌荒れするところが綺麗になっちゃった。じゃあ僕もこの場をお借りして同じようなことを言います。今時の広告ってすごいんだね。アイカツのキャラクターもパクるし、しかも最初と全然変わってない。騙されそうになっちゃった。